この度、私、佐々木作は復活させていただくことになりました。去年の11月に卒業をし、自分の好きなゲームできないならやめますという感じで、私が卒業した後にですね、私の好きなゲームなども配信ができる環境になったようで、以前と環境が変わりましたので、もしお気持ちの変化がありましたらご連絡くださいという連絡をくださって、復帰させていただくという結果を出しました。今更ながらさ、うちが復帰した時に記者会見のあの謝罪動画出したじゃないですか。あれねうちが基本的にそう笑顔とかしかないから、あの必死に真剣な顔作るのにめちゃめちゃ苦労したヘラヘラしてたらさダメやん、ああいう動画で。でもうちデフォがヘラヘラがしてたからさ、めちゃめちゃ大変やった、あの動画作るの、顔作りが。でもやっぱりね、引退する人はね、戻ってきてって言われるよりも温かくね見送ってほしい方がいいと思うよ。軽く辞める人なんかおらんからね。やっぱつれえわやな。